チームチャンネルの締めです。皆さん100円ショップダイソーに行かれたことございますか？ダイソーさんではカー用品の種類がたくさん販売されております。今回は、僕自称車好きなんですけども、僕が選ぶカー用品おすすめ3選のご紹介をしたいと思います。実際にダイソーさんの方で商品の方を購入してきましたので、よかったら最後まで見てみてください。それでは本日もサクッとやっていきましょう。今回ご紹介する商品なんですけども、イメージ的には僕は今回この軽自動車ダイハツタフトなんですけども、こちらをイメージして商品の方を購入してきました。でこちらのタフトは女性オーナーさんが乗られておりますので、実際に女性の方でもお役に立てる商品となっております。はい、それではですね、まず一つ目のご紹介をいたします。一つ目はこちらダイソーさんの畳めるカーフックになります。でこちらは助手席のヘッドレストの下にあるポールに引っ掛けて使用します。じゃあ実際にちょっと使っていきましょう。はい、それでは早速こっちの方商品つけていきたいと思います。後ろのこれをもう外すだけですね。はい、こんな感じになっておりますね。で使い方は簡単です。ここ引っ掛けるだけで、こちらがこう角度が調整できます。で耐荷重の方は約7キロまで使用できます。カバンや買い物袋なんかをかけれる優れものになります。でちなみにこちらの商品横に開きますので、使用しない時にはこうやって横にしていたら、邪魔にはならないからっていう感じで、女性の方とかでしたらカバンとかよく使用されると思うんですけども、シートに置いたりとか足元に置いたりしていたらどうしても倒れたりとかするじゃないですか。で落ちたりとか、でそういった時にはここにカバンとか、買い物袋なんかかけといたら、倒れないし落ちないしっていうので、そういった問題がこちらの100円です解決してくれる優れものになっております。でちなみに女性オーナーさんが使われているカバンです。ちょっとお借りしました。でこちらの方をかけます。はい、こんな感じですね。でそこも汚れないし、で倒れたりして落ちたりもしないので、すごい使い勝手はいいと思います。こんな感じで使える商品となっております。それでは次のご紹介いきましょう。はい、それではですね、2つ目の商品のご紹介なんですけども、こちらのワイドタイプの滑り止めシートとなっております。でこちらの商品がですね、ダッシュボードや小物入れとかに敷くだけで小物の滑り止めを防いでくれる商品となっております。でまた運転中ね、小物とかがこう滑ってからガラガラ音とかしてたら運転中ちょっと気になったりしませんか？でそういうのを防いでくれる商品となっております。はい、それでは早速中の方を開けていきましょう。はい、こんな感じでもうペラペラのシートですでこちらの使い方なんですけども、ちょうどタフトにはこういった小物を置けるスペースがあります。キャラクターたちがちょっと邪魔してるんで、ちょっとここにね横の方を貸してもらいます。こうやったらね、この小物たちがね多分滑らないのじゃないのかなと思います。実際にやってないのでちょっとわかんないんですけど、実際に本当に滑らないかどうか今から検証していきましょう。はい、それではですね、早速本当に滑れないかどうかこの状態を検証していきたいと思います。今走行しております。おっと、段差が、おっと、おっ、今ちょっとこいつが滑りましたね。はい、今下り坂ですね。下り坂でも滑っておりません。耐えております。大丈夫です。動いておりません。はい、次は右に曲がります。右に曲がります。右に曲がります。おっと、おっと、今の急ブレーキで倒れてしまいました。しかしこちらは
依然このままの体勢をキープしております。ちなみにこれがなかったらじゃあどうなのかっていうのをちょっと皆さんにお見せいたします。はい、あー信号変わりました。はい、それではスタートしてください。あ、ちょっと今信号で、あら滑りましたね。ブレーキにはちょっと弱いみたいですね。カーブでちょっと一列に変わりました。隊列がずれてきましたね。あーなかなかはい、今回の検証結果ではやっぱ滑れないシートがあった方が滑りにくいということが分かりました。こっちのない方はねちょっとブレーキを踏んだ時にはもう一気にみんなガラガラーとちょっといろんな位置に隊列を移動しておりました。滑り止めシートは結構安定してこの位置っていう形になりました。はい、でこちらの滑り止め商品の方なんですけども、まあ、接着剤とかそういうベタつきとかも一切ございませんので跡が残ったりっていうのもで、それでまあ簡単に敷くだけっていう感じで、まあ、もしダメだったら取っちゃってみたいな感じの商品となっております。はい、続いての商品なんですけども、はい、3つ目、車内ツヤ出しクリーナーシート厚手タイプとなっております。でこちらの商品が、まあ、ダッシュボードやドア周り、まあ、スイッチ類の付近などの汚れやホコリをサッと拭き取るだけでツヤ出しもしてくれる商品となっております。はい、でダッシュボードなんかは僕が以前からご紹介しておりますこちらのコアなので、先生こちらはダイソーさんで売ってません。家用品店で500円ぐらいで売っている商品なんですけども、こちらは手にはめて、まあ、こうやって手でこうなぞるだけでホコリとかを取ってくれる優れものなんですよね。すごく便利。やっぱりねダッシュボードとかねホコリがあったらちょっと気になっちゃいますよね。まあそういったのをこうやって簡単にこうするだけでホコリを取ってくれる商品となっております。せーです。はい、でこちらをまあやった後が理想ですね。こちらの商品をやった後に、まあこちらご紹介しましたツヤ出しシートちょっと開けてみましょう。1枚、まあ厚手タイプってなってたんですけども、まあ、1枚自体はちょっと薄い感じなので、まあ、こういった感じで使うのがいいのかなと思います。でこちらちょっと見ていただきましょう。ちょっとね反射しちゃってるんですけど、こうやってねやるだけでツヤも出てすごく綺麗になりますんで、まあ、ちょっとまだ今濡れてるんで何とも言えないんですけども、こっちが何も使用していないところ、でこっちが使用したところ、ちょっとまだこの1回きりじゃね分かりづらいかもしれません、まあ、こういった商品で週に1回、先ほどのコアランテでホコリを取ってこのツヤ出しシートで拭くだけですごく車内をきれいに保つことができますので、もしズボラな方がいらっしゃいましたらこうやって簡単にできる商品なのでぜひやってみてください。はい、以上が車好きがおすすめするダイソーカー用品3選のご紹介でした。はい、それではいかがでしたでしょうか。この商品3選のご紹介をしました。これ3つで税込み330円ですよ。安すぎませんか。しかもダイソーさんの店舗は比較的多くございますので行きやすい場所となっております。で、まあ車好きといたしましてはやはり車内が散らかってたりとか汚れていたらすごく気になります。で、今回ご紹介した商品はもう一度言いますが税込み330円です。車内を使いやすくして綺麗に保てる商品となっておりますので、よかったらご参考にしてみてください。それでは本日の動画もし参考になったらと思ってもらえましたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。知らしめ